さて、その他ですが、通告に従い、放課後子どもプランについて伺います。有料化できる状況にないという見地からの質問となります。本年1月、長野市子ども子育て支援事業計画の中間見直しが決定されました。その平成30年度計画値によりますと、放課後子ども総合プランの量の見込み、つまりサービス需要見込みよりも、確保の内容、つまりサービス供給量の方が少ない小学校区が12、全体の5分の1以上あるという、また現時点で人員が確保できないため、放課後子ども教室を利用できない校区が実に28、つまり半数以上あると聞いております。これはサービス供給量の不足が確実に解消するのはいつのことになるのでしょうか。お答えします。長野市子ども子育て支援事業計画は、計画期間を平成27年度から31年度までの5年間としていますが、内閣府が告示した基本指針において、計画の中間年を目安として見直しを行うこととされていることから、本年度中間見直しを行ったところでございます。事業計画のうち、放課後子ども総合プランにつきましては、計画最終年度の平成31年度中に、全校区での量の見込みを確保することを目指しております。確保の内容が不足している校区につきましては、学校の余裕教室等の徹底的な活用を図ってまいりますが、余裕教室等が活用できるか否かは、各学校との個別協議によります。このため、現時点では確保の内容の不足を確実に解消する時期は未定ですが、引き続き量の見込みの確保に取り組んでまいります。以上です。有料化するにもかかわらず、サービス供給量が不足している、しかもその解消は未定であると、今の答弁、非常に重大であると思います。今回の計画見直しでは、平成27年度の当初計画よりも計画値が後退している校区すら実在します。中でもサービス供給量の不足が拡大した校区は9つもある。例えば三輪は59人分の不足が88人分の不足に、篠ノ井西は59人分の不足が105人分の不足にまで悪化しています。城山、川田および戸隠は、見直しにより需要供給の過不足がプラスからマイナスに転落してしまいました。有料化によりサービスが向上するどころか、むしろ悪化している地域がある。これは計画値が悪化する地域には特に丁寧な説明が必要な場面と存じますが、各校区の保護者、地域住民には説明したのでしょうか。お答えします。各校区には説明はしてございません。以上です。悪びれもせず、しれっとした答弁ありがとうございます。各校区では、放課後子ども総合プラン運営委員会をおきまして、ご苦労いただいておりますが、この方々には説明したんですよね。お答えいたします。説明はしてございません。以上です。はい、この長野市子ども子育て支援事業計画、これにつきましては、当初計画を策定した平成26年にはパブリックコメントを実施しています。今回の見直しでは、市民意見募集の公募をしましたか。お答えいたします。この計画は、計画を作った当初は、平成25年度にアンケートを行いまして、そのアンケートの結果をもとに、この数値を作って計画を作った経過がございます。今回の見直しは、国の内閣府の通知に従いまして行ったものですけれども、これは中間年ということで、過去3年間の実績、これを踏まえて見直すものでございます。なお、見直しについては、保育所については必須でしたが、他の各種事業については、各自治体で見直すかどうか任せるということでしたので、長野市では、実績と計画等に乖離があった、10% 以上乖離があった事業について見直しをしたものでございます。以上でございます。放課後子どもプランについては、国が見直しを求めたわけでもないのに、下方修正を独自に長野市が行った、しかもそれについてパブリックコメントをしていないということでございます。この計画の見直し後の計画については、市のホームページに載せているんですか。お答えします。計画についての、議事録等は載せておりますけれども、この計画の結果について、載せたかどうか、私、今の時点で確認をしておりません。また後で確認してお知らせいたします。以上です。計画の周知の状況について、把握していないという部長の資質を疑う答弁です。載せていないと、今日確認してあります。都合の悪いことは何も知らせないまま有料化してしまえというのはアンフェアなやり方ではないですか。放課後子どもプラン利用料の減免について、に伺いますが、
有料化で利用を断念することのないように、減免対象世帯へは、申請の勧奨を個別に丁寧に行う必要がある、能動的に行う必要があると考えますけれども、どのようにこれを進めているのかが一つ、また教育委員会の要保護・準要保護世帯データは利用しているのかがもう一つです。お答えいたします。まず減免制度につきましては、保護者説明会を72回行っております。また、広報ホームページ等でもお知らせをしているところですけれども、この減免はかなり幅広く減免をしております。多子世帯、それから経済的な事情の方、それぞれ、2000円のところが、半額になったり、あるいは4分の1になったりというようなことで、これについては今後も丁寧に説明をしていきたいと思います。また今募集中でございますけれども、その中でいろんなお体制があれば減免制度があるということもお知らせをしていきたいと思っているところでございます。それから、就学援助等の情報でございますが、これは、個人情報保護条例に基づきまして、長野市から、教育委員会の方に、申請をして、情報をいただくということで事務手続きをしているところでございます。以上でございます。経済的弱者への、個々の干渉を働きかけているという今の答弁ではなかったということが問題だと思いますね。さらに要保護・準要保護世帯データについては教育委員会から取っているということですが、この許可を取ったのはいつなのか伺います。お答えをいたします。このデータにつきましては、2月のうちに、教育委員会に申請をしまして、ちょっと手元に資料ございませんが、3月1日に決定通知をいただいたと、いただいております。以上でございます。要保護・準要保護データの、目的や利用許可を取ったのが実に3月1日つい最近ですよ。もう春休みは目前であります。4月までに減免申請勧奨の個別対応と許可決済がすべて間に合うんですか。間に合うわけがないじゃないですか。4月1日もうそこですよ。春休みもあるんですよ。減免制度は作ってみましたという程度で本気の運用になってないですよね。でこの1年間何を準備してきたんですか。本市の放課後子どもプラン有料化の有料化については実施前の準備においてすでに破綻しているではないですか。本市の放課後子どもプラン運用は今までも無料の割には頑張っているねという程度の水準であり、見込まれる需要を確実にカバーするサービス供給体制を変えたまま有料化することは許されない。地元への説明も変えている。体制確保できるまでの間、利用料の徴収は凍結するべきではないでしょうか。お答えいたします。利用料につきましては、順次段階を踏んで、市民の皆様にも、アンケートを取ったり、あるいは、議会の皆様にも説明をして、ここまで、来たところでございます。利用料につきましては、いろんなご意見がございましたけれども、一つには、プランの、サービスを利用している人と、していない方の、公平性の確保の観点というものもございます。長野市とすれば、従来よりも幅広い、減免制度を取り入れて、利用者負担の導入を決定して、保護者説明会も開催してきたところでございます。これまでも周知に努めてきたところでありますので、プラン事業を今後持続的安定的に実施するためにも利用者負担の見合わせは考えておりませんが、さらなる充実を図ってまいりたいと考えております。以上です。滝沢新一議員の一般質問に対する答弁によれば、来年度のプラン利用の有料化に伴い、1年生から5年生までの利用者のうち、来年度利用しないものを対象としたアンケートを先月28日まで実施したとのことですが、なぜ新入学児童は対象とならないんですか。でこのアンケートは来月4月1日時点の減免許可件数に影響するものなんですか。お答えいたします。このアンケートの主な趣旨は、この利用者負担導入に伴いまして、これを理由にやめてしまうという方がどのくらいいるのか、その辺のデータを取りたいということで進めているものでございます。まだ4月の申し込みに向けて、まだ応募する方がおりますので、2月28日までということで期限を切らせていただいたものでございます。これから集計に入ります。以上でございます。減免もね、きちんと間に合う体制で進んでいない4月1日からの有料化は絶対反対です。以上。